はい、今回からですね、心のココロン。こちらやっていきたいと思います。これ全然ね、なんか内容知らなくて、ただパッケージ可愛いなで買ってきたんですけど。はい。名前を入力してね、みるみるちゃんっていうの？ダメです。この子は。ビジュアルと名前が合ってないんだけど、ゆうたちゃんにします。はい。あ、誕生日の概念あるのね。6月13日ですね。はい。え、なんかもらえるのか。血液型を入力してね。はてな型にする？いや、 B 型です。 B 型っぽくないって言われるんだけどね。はい。変えることができません。すごい、なんかもう、はい、血液型が違ったとしても変えれないのね。ある日の夜。はい。え、かわいい。ゆうたは大好きな星空を眺めながらため息をついていました。え、ファンシーじゃない、ゆうたちゃん。ゆうたには今大きな悩みがあったのです。はあ、明日から新学期か。友達できるかな。なんでクラス替えなんて。わかる。待って、これについて本当にさ、みんなあるある問題じゃない？だるかったよね、去年の夏のお祭り。みんなといて楽しかったな。また今年もできるかな。別に全員でも変わるわけじゃなくない？明日憂鬱だな。まあ、気持ちはわかるけどね。何今の光。あれ、今帽子がなんか、ゆうたは帽子に不思議な気配を感じました。手に取ってみると、え、どういうこと、何これ、星、なんだろうこれ、ちょっと怖くない？どうすればいいのかな。ゆうたは帽子の中に恐る恐る手を入れてみました。すると、あ、すごい、ある意味転生ものよね。何これ、え、何あの子、300円持ってるらしい、私いきなり。へえ、そりゃキャーよ。耳、あ、耳終了のお知らせ。うん、いたた、あ、ごめんなさい。ん、着ぐるみの人。え？え、怖い。え？ででででででで。何？何語で喋ってるの？全くわかんないわね。わかんない。外国の人と喋ったことなんてないよ。外国の人とかいう次元ではない気もするけどね。なんか動物の森の世界って感じ。待って。はい、十字ボタンで移動、 A ボタン押すと3下に、はいはいはい、なるほどね。わーい。え、でも可愛いよ今のところは。え、怖い。何ここ。まあ、でもいいよね、変な景色、まるで他の星に来ちゃったみたい。さっきの子どこに行ったんだろう。さっきの子探せばいいのね。顔があるのよね。その目がちょっと怖いなと思う。でもなんかいいね。こっちかな。何これ、大きな岩がある。え、なんか飛んでいって、今アイテムなんかないですよ。何、あの家をぶち壊せるようになるとか、そういうこと。なるほどね。そう、現状は難しいよね。あ、いた。困ったわ、言葉がわからないんじゃどうしたらいいか。翻訳こんにゃくじゃない。え、待って、この人ちょっと可愛いんだけど。
何かを飲ませた。やっぱり翻訳こんにゃくよ。何を飲ませたの？ほうほうほう、これで言葉がわかるじゃろう。え、あれ、今飲ませたものは花々の実。花々の実って言われると私ちょっとワンピースが出てきちゃうんだけどそれとは違うよね。食べたもの同士言葉を交わすことができるようになるんじゃよ。便利。この星の住人はほとんど食べておるからな。はあ、そうですか。じゃあもう話せるかな。さっきぶつかってごめんね。え、ああ、うん、気まず。なんかまあこんなところで立っていても仕方ないじゃろう。どうじゃ、わしの絵でお茶など。え、なんか可愛くない？浮いてるし、なんかタコみたい。じゃあここは本当に地球じゃないんですか？ここは心の星じゃ。多分お主の星とはだいぶ離れておるじゃろう。じゃああなたたちも着ぐるみじゃなくて宇宙人。星から見ればお主も宇宙人じゃ。まあ、そうだね。どこからの目線で見るかによるもんね、そんなのね。まあここではココロンと呼ばれておるがな。ココロン。ココロン星に住む者はみんなココロンと呼ばれておる。お主が通ってきた道は超空間じゃな。この間星の不思議な光が星を不思議な光を覆ったんじゃ。その時時空の裂け目ができたようでな。不思議な光。科学者であるわしは弟子の耳に超空間の調査を命じたのじゃ。さあどうする。耳の調査の話を聞く限りでは超空間なら簡単に閉じたりはしないじゃろう。しばらくこの星を散歩してみてはどうじゃ。そうしないよ。さっきはごめん、私勘違いした。ねえ師匠、お詫びに私はこの星を案内してあげようかと思うんだけど。それがいい。へえ。ちょっと危ないじゃないの。で、そんなこと言ってたんだ。あ、そっか。こっちからしたらその向こうが謎の言語を喋ってるもんね。ひょっとしてこの光、あなたの仕業？うん。何よ。わかる言葉で言いなさいよ。ひょっとして不法入。え、なんて読むんだろう。不法入。え、星でしょ？なんだろうね。もういいわよ。もういいわよって面白くない？なるほどね。そういうことがあったのね。ね、私に案内させて。この星は面白いよ。ありがとう。じゃあお願い。よし、それじゃ早速ついてきて。なんか可愛い子いるかな？なんかパッケージ見た感じはね、不気味な子と可愛い子半々みたいな。こっちこっち。どっち？この花面白いんだよ。乗ってみて。食べられちゃうとかそういうこと？え、便利。便利。ね、面白いでしょ？この星にはね、こういう面白い植物がたくさんあるの。見つけたら調べてみるといいわよ。入れる。え？何もない。そっちはもう特に何もないんだ。なるほどね。エレベーターよね。はい、これ渡しておくわ。携帯電話よ。え？携帯いただけるのありがたいな。無料ですか？無料ですか？それは携帯電話受け取った。ふーん、心の星にも携帯電話があるんだ。そう、ユータの星にもあるのね。じゃあ使い方わかるわね。それと大事なのはこれ、心カード。すごい、恋も夢もって書いてある。何これ、かわいい。
っこいい夢を叶えてみせるわって書いてあったね。この星ではね、空友になった者同士で交換するの。空友？友達のこと。この星では空友っていうの。心カードには携帯電話の番号データが入って、個人情報。ねえ。こうやって可愛くデコった方がいいでしょ？ああ、なるほどね。交換した空友とはいつでも電話して会話することができます。ねえ、ゆうたの心カードも作ってよ。無知の心カードもらった。自由に絵を描いてみましょう。絵を描いてみましょう。死んだんだけど。画力ないのよ、私。待って、可愛くない？すでに。ね、エリカって書いてあるよ。これさ、前のデータじゃない？気のせい。ねえ、ちょっとさ、大丈夫？違う、ちょっと待って、違うのよ。エディットしたいのよ。どうしよう。ちょっと待ってよ。これじゃない？エリカっていうのを消さなきゃ。消さなきゃって。待って、これネタバレじゃない？キャラクターの顔いろいろ分かっちゃうんだけど。マジ？なんかちょっとパッと見で可愛い子探そう。なんかいっぱいいるよ。なるほどね。ちょっとあのなんか今可愛い子いたよね。この子。可愛い。このさ。すでに書かれているものをこれどうやって消すの？これどうやって消すんだろう？消しゴム？消せた！消しゴム最強。じゃあ最初から選んでいくわ。もうちょっとシックなカードにしたいですから、やっぱり私は。そうだね。なんか汚くね、なんか。消しゴムで綺麗になる？なるね。で、ここでしょ？ねえ。なんか私も可愛いこぶってなんか入れた方がいい？ユウタって入れた方がいい？ちょっとなんか本当に嫌なんだけど、私名前入れるの。でもなんか負けられないよね。でもなんかさ、これ平成感って良くないですか？このなんかテイストマジで平成だわ。なんか令和にはないものだよね。ね、良いわ良いわ。またそこにあったわ。なんか饅頭とかないの？さすがに饅頭はないか。そうだよね。ガイドとかいい？下手だな、ハート。なんかハートに見えないもんね。まあ、いっか、全然可愛くない。
まあ私にねセンスを求めちゃいけないってことよ。できたわよ、よし、はい、心カード、ふん、これが糸の心カードか。なかなかいいわね。褒められてありがとう。なるほどね、部屋の中に落ちてたり誰かからもらえたりいろんな方法で増えていくので探してみましょう。何があるんでしょう、あと何、今分かった、何もないね。え、何何これ、変なのひど、これはピュータロコンピューター端末よ、パソコンみたいなものかな。これまでの出来事を保存したりいろんなものを預けたりできる便利なやつなの。なるほどね、セーブができるんだ、これで。セーブポイント独特すぎない？まあ、後でいいや、セーブ。あ、待って、何あなた。パーコ、え？パーコ？ペーパーさんってこと？林家？もういつまでそこにいるの？ユータを水晶の木に案内したいんだから、さっさと置いて。どいてくれて優しい。何あれ、あの一匹だけはなんとかって名付けたけどあっちこっちにいるのよね、邪魔でしょうがないわ。なんだろうあれ、でもカエルってところがポイントよね。早くって言われて、あそこにもいる。これは多分ストーリーが進まないと。当選大ガエル、え、アイテムで通す、なんか通れるようになるの？へぇ、何？餌とか？綺麗、これ何？水晶の木よ。水晶の木？中に入ったら分かりやすいわ。さあ行きましょう。水晶の木っていうのも分からないけど、中に入れちゃうんだ。ここから生えてる水晶の木が天井を突き破っているの。すごい綺麗でしょ。私の一番お気に入りの場所なんだ。もっともこれを残したコロン星人は今どこにもいないんだけど。そうなの？今ここに住んでるのは他の星からやってきた人たちばかりなのよ。へえ。古文書によると昔水晶の木はもっと輝いていたみたいなんだ。やっぱり他人ばかりの星になっちゃったからかな。この木はね、この星に住む人の友情の力で輝くんだって。でもなかなか違う星の人とは付き合いづらいからね。まあ、リアルな人間関係もそういう感じよね。ここで空友を作ろうとかみんなあまり思わないみたいなのよ。師匠がこの星は継ぎはぎの星じゃってよく言っているわ。夏の水晶の木、大きく輝くとき宇宙一のお祭りは開かれる。何それ、古文書の言葉よ。ここには昔心祭りっていうのがあったんですって。宇宙一の祭りって自分で褒めてるのおかしいでしょ。こんな遺跡といい心の星人ってどんな人たちだったのかな。これ最終目標はもしかしてあれか、お祭りを開こうっていうのが多分最終目標なんだろうな、このゲームきっと。宇宙一のお祭りか。私見てみたいな、そのお祭り。でも昔の本に書いてあっただけよ、本当にあるのかもわからないし。それに水晶の木に力を込めるにはそれともブックが必要なんだって。でもそんなものどこにもないわ。そっか、残念。何？何？すごい音したけど。え？治安大丈夫？これだ。
どうせね、あの当選簿してるやつ潰してくれたかと思い、ちょっと危ないわよ。確かに危ないわよ。隕石の中を調べると一冊の本が見つかった。しかしその本は中にページがない奇妙なものだった。空飛ぶね、都合よくないタイミング。それ古文書にあった空飛ぶブックそっくり。おおおお、これはこれは、こんな森の中に突然の隕石、真の危険とはそれが訪れるまで認識されるもの。これは真理じゃな真理なんだ。それはソロトンブック、隕石の中に入ってたんです。なんと、あれだけ探したソロトンブックがこんな形で姿を現すとは。これでどうやって水晶の木に力を込めるんですか。ソロトンブックを見てみなさい。何これ、私、ミミ、ロール、あ、なるほどね。こうやってつながっていくんだ、きっと。ミミとわしの顔のマークが浮かんでおったろう。持ち主であるお主の知り合い関係がそこに描かれるのだよ。その昔、心の聖人の神官がそれを持ち、皆と空友になった。じゃあこれを持って心の性の皆と空友になればいいんですね。いやいや、空友同士もみんな一つの輪でなければなら、それで初めてブックは力を発揮し、水晶の木に力を込めることができるようになるんじゃよ。うわ、面倒、わかるねえ、言ったらちょっと難しいんじゃない。いろんな星の人がいるんだし、みんなをバニーなんて。でもミミと私もこうして空友になれたわ。そうよ、せっかくこの星に来れたんですもの。何か素敵なことをしなくちゃ。週一の祭り、心祭りを開こうってか。私やってみたい。強くないし、ならば教えておくことがある。ミミから携帯電話受け取ったじゃろ。それで心音リストが見れるはずじゃ。心音リスト、この星に住むものはな、陰性かな、の際、自分のプロフィールを登録しておかねばならん。登録されたプロフィールは、コロンリストで見られるのじゃ。なるほどね。みんなと空友になろうというお主に役に立つことじゃろう。もっとも名前を知らんココロンのプロフィールは見れんよ。そうなの。まず挨拶から始めるって見ることじゃ。相手のことをよく知るとプロフィールが変わったり追加されることもある。よくチェックするのじゃ。分かったわ。ありがとう。さあ、心祭りを開くために頑張るぞ。大丈夫かな。しかし、この隕石ってどこから来たのかの。そうなのよ。タイミングも良すぎるしね。なるほどね。友達100人できるかなみたいなゲームってことね。この子何なのだから。こんにちは、私ユータよ。地球っていう星から来たの。よろしくね。こんにちは、はじめまして、パーコだよ。パーコはね、木の実が大好きなの。パーコは今ね、あの木の実が落ちてくるの待ってるの。ぶん殴って落としてやろうか。落ちてくると思うの。だからパーコはこうしてずっと待ってるの。はあ、落ちたよ。いや、落ちましたけど、これコンペイトーなの。いや、あの落ちたんですけど、あげることはできないんだ。なるほどね。あ、これでもちょっと楽しいです。あ、なんかすごい人いる。あなた何、あのいっぱいいるんじゃない、人多分。分かんないけど、一旦パート1はこの辺で終わっとこうかなと思います。楽しみですね、これからね、どんなビジュアルの子に出会えるのか。はい、ということで、ここでセーブできるんだよね。保存する。
にこれがセーブなんだ。あ、ゲームを終了しますか、モデル。優しい仕様。うん。いや、いいね。なんか、思ってたより、面白そうじゃない？だって、ここに出てくるのがまず面白くない？で、キャラクター。あの、一番後ろにいる子気になるな。何あれ？歩くの遅い。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。